日吉裕太さん、日吉さん、立憲民主国民社保無所属フォーラムの日吉裕太です。それでは早速質問をさせていただきます。いくつか事実確認をさせていただきます。黒川氏が辞表を提出されましたけれども、何が問題で黒川氏は辞表を提出されたんでしょうか。どちら答えますか。はい、大臣。辞任というのは本人の判断に基づくものでございますので、私からお答えすることは差し控えますけれども、本人から辞表が出されたものでございますので、それを尊重して受け取ったということでございます。はい、秀さん。その辞表、辞任の理由というのは明らかにできないということなんですけれども、黒川氏本人のですね、思いというのは分からないんですけれども、それを大臣は慰留することなく認めたわけですけれども、大臣が認めた理由は何ですか。はい、大臣。はい、黒川氏についてはですね、緊急事態宣言下におきまして、賭け麻雀をしていたという等の行動はですね、東京高検検事長として、また一検察官としても緊張感に欠け、軽率に過ぎるもので、誠に不適切であると考えております。私としては甚だ遺憾なものと思っておりますので、辞職の願いを受けて、辞表を受け取ったということでございますが、任命権者内閣でございますので、閣議において処理をされることになっております。はい、日吉さん。今大臣は甚だ遺憾で、そして責任も痛感しているということなんですけれども、で、進退伺いを総理に提出した、それほどの重いことなんですけれども、それ にもかかわらず、なぜ黒川氏には訓告なんですか。はい、大臣。黒川氏の処分につきましては、法務省における調査の結果を踏まえて、総理大臣に報告をし、内閣、そして検事総長の方で決定したということでございます。はい。不適切な理由として、緊急事態宣言下の中で賭け麻雀をして、そして記者との強要接待があった、こういうことを判断されているわけなんですけれども、その中で先ほど来議論になっているところで、賭け麻雀の常習性というところが議論になっていますけれども、これは常習性は あったとは今認めていないということでいいですか。もう一度確認です。はい、川原局長。お答え申し上げます。今回の常習性というのは、その人事院の処分の指針における常習性でございますので、必ずしもその常習賭博罪の常習とは違う局面でございますが、その解釈が参考になるということで、常習性についてどう考えるかということでございますが、一般に賭博を反復類行するような収益が存在するというところでございますが、今回の調査結果では、そういった賭博を反復類行する収益までは直ちに認定できなかったということでございます。ただし今回の処分にあたりましては、常習性という評価はともかくも、黒川検事長が複数回にわたって賭け麻雀を行っていたと事実は、踏まえた上での処分でございます。はい。常習性は認められなかったけれども、じゃあ常習性はなかったと判断しているんですか、現時点で。はい、刑事局長。
その認められる、お答え申し上げます、認められるなかったということでございますが、若干理屈のような答弁で申し訳ございません。常習性というのはその事実としてあるかないかということでございますが、手続きにおいてあるかないかということは、結局は各種資料証拠からそのような事実認定ができるかということでございますので、その私ども手続きにおける認定として常習性を認定することは、常習性を認定していないということでございます。はい、日吉さん。常習性認定してないんですけれども、常習性が、ないとは断言断定はしていないということでいいわけですよね。はい、局長。常習性、先ほどの ご答弁を踏まえて申し上げます。私ども調査の結果、常習性が認定できないということは、その調査結果によれば常習性があったとは言えないということでございます。はい、ということは、もっと調査をすればですね、認定できるかもしれないっていう、そういうことですよね。はい、ですので、委員長、お願いですけれども、はい、後ほど再調査をして、理事会に、提出していただき、そしてそれに基づいて、もう一度ですね、質疑をやっていただくよう、検討いただけませんでしょうか。はい、後刻、理事会で協議いたします。はい、委員長。はい、そしてもう一つ、訓告なんですけれども、人事院のですね、規則によれば、この賭け麻雀をしたという事実で、例として、懲戒処分の指針においては、賭博をした職員は減給または戒告とするとなっているんですけれども、総合的に判断をして訓告にしたって大臣おっしゃいましたけれども、そういう例外的な、この規定に反する総合的な判断をしていいという、なんか根拠あるんですか。はい、川原局長。人事院が定めたその指針に関するの位置づけでございます。私からご答弁させていただきますが、ご指摘の人事院の処分指針は、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものでありまして、必ずしも記載された通りの処分通りに行われなければ、処分通りにしなければならないというわけでございません。賭博の場合であれば、掛け金の額、また賭博のどのような環境で行われたか等を考慮して決することになることでございますので、その指針と異なった、処分というのは許されているところでございます。はい、ただですね、今常習性があるかないかというところが議論になっていて、賭博自体はやったということはもう分かっているわけなんですよね。で、一般的な指針としてですね、賭博をしたということになればですね、減給または戒告であって、で、それのですね、常習性があればですね、それは停職とするというふうになっているわけですよね。もうハイレベルなところで、議論がなされているにおいてですね、これが総合的に判断してですね、訓告というですね、戒告よりもですね、低い処分でですね、これいいというのはどう考えても社会常識的にもですね、誰も納得しないと思うんですけれども、大臣、これ、どう考えますか。はい、局長。まず委員の ご質問は、まず常習性があるのではないかというところからでございます。で、常習性が先ほど私、どういうものかというのはご答弁させていただきました。で、さらに繰り返しになりますが、刑事における考え方は参考になりますので、常習性をどのように認定するのかというところでございますが、刑事におきましては、常習性というのは、常習性、すなわち、慣行的に、賭博行為をする収益は、現に行われた賭博の種類、これは賭博といろんな種類がありますので、その賭博の種類であるとか、賭け金の多寡、賭博が行われた期間、度数、前科の有無等、諸般の事情を総合的に審酌して判断されるというものでございます。で、賭博の中にはサイコロを使ってやるものもあれば、今回のような麻雀のものもありまして、賭博の種類というのはそういうのを言っているものでございますが、そういったものでやっておりますので、その結果、先ほど申し上げましたように、賭博、今回のものにつきましては、常習性は認定できない、すなわち調査結果によれば常習性があったとは言えないということで、それを前提に判断をしております。ただ、これも繰り返しになりますが、だからといって、処分対象事実にあるような5月の1日、あるいは13日のたった2回だけしか
黒川氏は賭け麻雀をしていないという事実を前提にしているのではなく、先ほど申し上げましたように、複数回、今回のメンバーと賭け麻雀を行っていたと事実も踏まえまして、事案を先ほど来大臣がご答弁されているような形で総合的に考慮して今回の処分に至っているものでございます。はい、日吉さん。これ3年前から、まあ、月に数回賭け麻雀をやっていた、これも考慮した結果訓告なんですか。はい、局長。繰り返し申し上げますが、おっしゃっており、今ご指摘がありましたように、具体的な行為の日時の認定までは至りませんでしたが、黒川検事長が供述などに基づいて認定した約3年前から1ヶ月に1回か2回程度賭け麻雀をやっていたと、こういった事実関係は今回の処分にあたって前提となっているものでございます。はい、まあ、調査がもっとしていただきたいということで、先ほどの再調査をしていただくということで、もう一つですね、お伺いいたします。この国家公務員倫理規定で、まあ、共謀接待を禁止 していますけれども、これ、違反が、倫理規定の違反があったということは、これは認定しているということでよろしいですか。はい、川原局長。委員のお尋ねは、ハイヤーの関係であろうと思いますので、はい、その点について、ご説明申し上げますが、調査の結果、この賭け麻雀をしたとされる5月1日頃、あるいは13日頃に、黒川検事長が、記者が帰宅するハイヤーに同乗して、自宅に帰ったという事実、そして、この料金は払ってないという事実はございますが、先ほどもご答弁申し上げましたように、このハイヤーというのは、黒川検事長のために手配をされたハイヤーを利用したというものではなくありませんで、記者の一人が帰宅するそのハイヤーに同乗したというものでございます。従いまして、そのような機会に、同様にハイヤーに乗車した事実も認められるところでございますが、これらを総合した上で、社会通念、これは記者は利害関係者ではございませんので、社会通念上相当と認められる程度を超えた財産上の利益の脅威があったとまだ認められないということで、これは処分対象事実としてはおりません。はい、日吉さん。それは最近のこの1回、2回についての調査を行った結果、そう処分の対象としていないということでよろしいですか。はい、川原局長。先ほどもご答弁申し上げましたが、まあ、まず5月1日と13日はそういうことであったと。で、黒川検事長は先ほど申し上げてますように、そのような賭け麻雀の機会にも同様にハイヤーを利用したことがあったということでございます。そういった全体を見た上で、今申し上げた理由によって、倫理規定違反の事実はなかったものと考えております。はい、じゃあまあ3年前から、まあハイヤーに乗っていました。この時黒川氏のためにですね、ハイヤーが用意されたというこういう事実はあったんですか、なかったんですか。はい、調査の結果認められる事実は、記者が帰宅するハイヤーに同乗したということであり、そのハイヤーは黒川検事長個人のために手配されたものではなかったということでございます。はい、それはもう過去この3年遡って、そういうふうに認められたものはなかったということでいいですか。期間について。はい、局長。お答え申し上げます。5月1日13日以外の事実につきましては、まず事実を特定して認定することは困難でございまして、しかも月 1,2 回ということで、まあ、トータルとして本当に何回になるのかというところは全体として細かくわからないところでございますが、その調査によりますと、黒川検事長がこのような形でハイヤーを利用したときは、先ほど来申し上げておりますように、黒川検事長個人のために手配したものではなく、記者が帰宅するハイヤーに同乗していたものであったと認定しているところでございます。
はい、まあ、あの細かく、まあ、日時がわからない中で、まあ、正確に認定できるわけがないので、まあ、ここの部分についても再調査をお願いしたいと思います。委員長お願いします。はい、あのご報告短い。大臣にお伺いします。大臣は、まあ、責任を、まあ、痛感していますということなんですけれども、この何に対して責任を痛感しているのか、この法令違反がいくつかあるかと思われますけれども、黒川氏にですね、まあ、その大臣の痛感している責任、これが何なのかを明確にお答えください。はい、森大臣。黒川氏においては、法務省の所管する検察庁の中の東京高検検事長という立場にございます。この東京高検検事長という、まあ、職にありながら、金銭をかけた麻雀を行い、またそれが緊急事態宣言下、広く国民に対して外出自粛等が呼びかけられていた中でございました。また法務省からも、法務省新型コロナウイルス感染症対策基本的対処方針が発出され、法務検察職員においてはこれらを踏まえた行動を私法務大臣から求めていた時期でございました。とりわけゴールデンウィーク直前には、私から法務検察職員においてこれらの指示を徹底するように改めて指示をしていた時期でございまして、黒川検事長による行為は誠に不適切であり、甚だ遺憾でございます。国民の皆様に不安を与え、検察および行政に対する信頼を損ないました。法務大臣として責任を痛感しております。はい、まあ、信頼損なったということなんですけれども、まあ、こういう、まあ、黒川氏、まあ、結果として、不適格だったということが分かったわけですけれども、この黒川氏を、まあ、任命したこの適格性、これに対して適格性があったかないか、そこのですね、手続きについてですね、問題があったのではないかどうか、これについて大臣は責任は感じてないんですか。はい、大臣。任命権者は内閣でございますが、はいはい、私がその内閣に対して、閣議を、はい、してくださいという閣議制議を行いました、はい、その閣議制議の、責任を感じております。はい、日吉さん。はい、まあ、閣議制議の、はい、責任を感じていますと。どういうふうにこの黒川氏の、まあ、適格性、これをですね、判断されたんですかね。どういう調査をして黒川氏が適正な人だっていうふうに判断されたんですか。はい、大臣。人事の詳しいプロセスについては差し控えさせていただきますが、閣議制議の資料に、記載されております通り、黒川検事長について東京高検検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査後半に対応するために、同高等検察庁検事長黒川博文の検察官としての豊富な経験知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、同人には当分の間引き続き同検事長の職務を遂行させる必要があると認定したものでございます。はい、日吉さん。結局資格がないっていうことにじゃないですか。こういう例えばこの黒川さんのですね、評判をですね、まあ、聞いたとかですね、これだけの、問題があるかないかっていうような調査をしたとかですね、そういった、まあ、検事長になられる方ですから、まあ、何か、こう清廉潔白な人なのかどうかとかですね、何か、ないのか、こういったことをですね、通常調べるんじゃないんですかね。それどうやって調べたんですか。はい、大臣。詳しい過程は差し控えますが、
人事案を事務方トップである事務次官が私の時に持ってきた際に必要な報告を受けたものでございます。はい、日吉さん。じゃあ、まあ必要な報告を受けたんですけれども、そこで問題ないと大臣はどうやって判断されたんですかね。大臣、先ほど申し上げましたとおり、事務方の方が持ってきた資料に基づき必要な判断を受けたものでしたものでございます。はい、日吉さん。じゃあその判断が間違ったわけなんですけれども、どこが問題でその判断間違ったんですか。はい、大臣。勤務延長につきましては、先ほど述べましたとおり、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査公判に対応するためのものでございますので、そこに必要であるかどうかということをお資料に基づき判断したものでございます。はい、委員長、答えてませんので、もう一回、どこにこの問題があった、判断を間違えたのか、そのですね、大臣が判断を間違えたその要因、原因は何か、これを聞いてるんです。では大臣、今の答えに答えてください。質問に答えてください。判断を間違えたというご指摘でございますが、その1月の勤務延長の時点においては必要な報告を受け、適切な判断をしたと考えております。もう一度質問お願いします。ですからですね、大臣、その適切な報告が適切じゃなかったわけなんですよ。だからそこをですね、本来であれば大臣が任命する前にですね、その人事案がですね、上がってこないようにですね、問題がある人をですね、任命するようなことがないようにですね、チェックするのが大臣の役割だと思うんですけれども、それができてなかったわけで、そこの責任ってどう考えてますか。はい、大臣。私は1月の時点の勤務延長については、その業務継続の必要性という観点から必要な範囲の報告を事務方から受け、その中において判断を適切にしたというふうに認識しております。はい、結果的に適格性判断を誤ったわけなんですね。そこに大きなやはりですね、責任があると思うんです。でそこに先ほどどこに責任を痛感しているかといったときに、大臣このことには触れていらっしゃらないんですよね。これ大臣の責任というのはやはり不適切な人を推薦してしまったと、ここがですね、一番問題なんじゃないかと思うわけですけれども、そこについての責任を感じて辞任されないでしょうか。はい、大臣。1月においては業務遂行継続遂行についての必要な報告を受け、適切に判断したと考えております。5月1日および13日の賭け麻雀を行った行為については、誠に遺憾なことであるというふうに考えており、今回の処分に至ったものでございます。はい、委員長、もう一つ、総理はこの遺留されたということなんですけれども、この総理が辞任をしなくてもいいと判断したこののは何だったんですか。わかりますか。総理に聞いてほしい。はい、大臣。総理のご判断でございますので、私からお答えする事柄ではないと考えます。はい。それは何か伝えられなかったんですか。大臣は身体伺いをしているわけですよね。それなのに遺留されたわけなんで、それが納得しなければやはり辞任すればいいだけの話なんですけれども、はいはい、でそれなんで辞任されないんですか。大臣、身体の判断は総理がなされましたが、
先ほども申し上げたことの繰り返しになりますが、後任を速やかに選ぶこと、そして、検察の信頼を回復することにおいて、引き続き業務に当たってくれという言葉がございました。はい、質疑時間が終了しております。まあ、時間が来ましたので終わりますけれども、適切に、選べなかった方が次の人を選ぶということはできないと思いますので、辞任をお願いいたしまして質問を終わります。ありがとうございました。次に藤井